テルナテ王国はインドネシアにかつて存在したイスラム王国の一つ。1257年にボブモス・アマラモによって建国された。16世紀、スルタン・バーブラの在世中に最盛期を迎え、インドネシア東部の大部分とフィリピン南部の一部にまで半島を広げた。テルナテ王国はクローブの主要な供給源であり、15世紀から17世紀に、 かけて、地域大国であり続けた。ボブモス・ア・マラモの王室は現在でも存続しており、スルタンの称号を保持しているが、いかなる政治的な権力ももはや有してはいない。最初、ガピ王国と呼ばれていたが、後にその首都である、モルッカ諸島のテルナテの名により、テルナテ王国と呼ばれるようになった。テルナテは、近隣のティドレと共に、クローブの生産を独占し、 テルナテ王国とティドーレ王国のスルタンは、インドネシア地域全体を見ても最も富裕で強大な君主となった。しかし、この二つの王国は反目し合い、互いの富を争いのためにいたずらに費やした。19世紀にオランダがモルッカ諸島を植民地化する以前は、テルナテ王国は少なくとも、アンボン、ツラウェシ、パプアにまで名目的な支配を及ぼしていた。 貿易によって立ったテルナテ王国は、その結果として、地域でも早くに、イスラム教が授与された場所となった。15世紀末におそらくジャワからもたらされたイスラム教は、最初の内国少数の支配層が進行するに、過ぎなかったが、徐々に民衆にまで広がっていった。王室がムスリムとなったのは、マウムの知性で、 その後継者であるザネル・アビジンはイスラム法を導入し、王国をスルタン国へと衣替えした。王の称号もキャラノからスルタンへと変えられた。テルナテ王国の勢力が頂点に達したのは16世紀後半、バーブラの治世である。この頃、王国はスラウェシ東部、アンボン、セラム、ティモール、ミンダナオ南部、そしてパプアの一部にまで影響を及ぼしていた。 ティドレ王国との間には、周辺の支配をめぐって激しい競争が繰り広げられた。歴史学者のレナード・アンダヤによれば、テルナテ王国とティドレ王国の二元的な競合関係は、モルッカ諸島の初期の歴史を語る上で最も重要なテーマである。テルナテ王国の王宮テルナテを訪れた最初のヨーロッパ人は、マラッカからやってきたフランシスコ・セラーン・ハイカのポルトガル人であった。 一行は、セラム島付近で難破し、地元住民に救助された。これを聞きつけた、スルタン・バイオンらは、異国の強力な軍勢を味方に引き入れる後期とみて、1512年、彼らをテルナテ島に招いた。ポルトガル人らは島に砦を立てることを許され、1522年に、築城を開始した。しかし、テルナテ人とポルトガル人との関係は、 最初から緊張をはらんでいた。ヨーロッパから遠く離れた拠点では、自暴自棄に駆られた人々が欲望のままに行動することがまま見られた。キリスト教の宣教が試みられ、ムスリムであるスルタンとの関係はさらに緊迫した。1535年、スルタンタ・バリジは、ポルトガル人によって廃位され、ゴアへと連れて行かれて、そこで回収し、ドム・マニュエルという洗礼名を与えられた。 その後、福井が認められて、テルナテに送り返されたものの、1545年に、途上のマラッカで死んだ。彼は、ポルトガル人の第一知事アダウでフレータスに、アンボン島を譲り渡した。スルタンハイルンが、ポルトガル人に殺されると、テルナテ人は5年間も砦を包囲した末、ポルトガル人を追放することに成功した。ポルトガル人は、モルッカ諸島における拠点を、 アンボン島に移すことになった。この地域でのヨーロッパの勢力は弱く、テルナテ王国は、バーブラとその息子セットの時代に、その支配を広げ、強烈な反ポルトガルのイスラム国家に成長した。スルタンのこの衛兵1606年、スペインが元のポルトガルの砦を占拠し、スルタンとその近親らをマニラに追放した。さらに、オランダも1607年に、 テルナテの一部に進出し、テルナテ人の協力のもとマラヨに砦を立てた。以降、ティドレ王国と同盟を結んだスペインと、テルナテ王国と同盟を結んだオランダが退治することとなった。テルナテ王国にとってみれば、オランダは歓迎すべきとまでは言えないものの、ティドレ王国とスペインに対抗するためには、必要な存在になった。特に、スルタンホムザの下で、 テルナテ王国は半島を拡大し、周囲への支配を強めた。オランダの王国への影響はまだ限られていたが、ホムザとその孫のマンダーシュヤは、反乱の鎮圧のために、オランダ東インド会社にいくらかの領土を譲り渡した。1663年、スペインはモルッカ諸島から撤退した。かつての栄光を取り戻し、西洋の力を一掃することを望んでいた、スルタンシボリは、 オランダに戦線を布告した。しかし、年月を経て、テルナテ王国の衰退は著しく、結局1683年の条約で領土の割譲を迫られ、テルナテ王国はオランダとの対等な地位を創出し、従属することになった。とはいえ、1914年に併合されるまでは、テルナテ王国はオランダの直接統治下には置かれなかった。18世紀。 テルナテには、オランダ東インド会社の出先機関が置かれ、モルッカ諸島北部における貿易の統制を図った。19世紀には、高料貿易は全く振るわなくなっていたため、テルナテは、オランダ植民地の中では外縁に追いやられた。しかし、オランダはこの地域に他国が進出するのを望まなかったので、テルナテの支配を維持した。1800年に、 オランダ東インド会社が国有化された後、テルナテはオランダのモルクカ諸島総督府の一部となった。1810年、一時的にイギリスの占領下に置かれたが、1817年には、脱会された。1824年、テルナテはハルマヘラ、ニューギニア西海岸、スラワシ中東部海岸を含む行政区の首都となった。1867年、 オランダ領ニューギニアの全体が行政区に編入されたが、それらは徐々にアンボン行政区に移管され、1922年には行政区自体が廃止された。スルタンハジ、ムハンマドスモンは、オランダへの最後の反乱を試みたものの失敗し、地位と財産を失ってバンドンへ追放され、1927年に死去した。 1914年から1927年まで、スルタンは空位となったが、オランダの領海の下、摂政団がエスコンダームハンマド・ジョバー王子をスルタンに立てたことによりようやく解消された。ありがとうございます。